一系休暇シンビジウムファベリーは卵化植物の一つ。春蘭に似た花を多数つけるのが特徴。東洋ンでは一系休花の名で知られる。一系休暇は中国を中心に分布する春蘭属の種である。個々の花は日本産の春蘭に似た緑の花で、ただし長く伸びた家茎の上に多数の花をつける。 一系休花の名は一系休花であり、多数であることを休という数字で表したものとされる。また、中国春蘭を一系一花というのにも対応している。東洋蘭の花物の一つとして、古くから栽培され、多くの品種がある。花色は緑から黄緑で変化が少なく、個々の花形や茎の色と形に様々なものがある。普通はまず家系の色で分ける。 多年生双本で、地上性の乱。二世球形は小さく、葉を根室状に5から9枚つける。葉は高さ50センチメートルほどに伸び、細い線形で角質。花形は直立し、先端から中ほどより、下まで10から20輪の花をつける。花は、春蘭に似る。学編は開くが先端は前方に向かって、やや抱えるように曲がる。と、側は、 黄色から緑、新弁は単緑色から白で赤紫色の荒い斑点が入る。外見的には中国春蘭よりずっと背が高い。葉ははるかに細くて長く立ち、日本の春蘭に似て巨子が荒くて素行である。花型は野生型の中国春蘭より日本の春蘭に似る。ただはっきりした違いとしては新弁の周囲にだが入る点がある。また、 ニセ球圏は一見では見て取れないほど小さい。その代わりに根が太くて長くよく発達し、栄養の貯蔵はこちらが担っていると考えられる。花時期は日本春蘭より1月ほど遅れるために夏蘭との故障もある。ヒマラヤから中国、台湾に分布する。中国における口実のような選別品種は多く石膏症とチャンス症から算出した。古くから 東洋蘭の一つとして栽培された。その分野での名は一系球花である。その歴史は古く、例えば、緑八匠は300年以上前に発見され、それ以降育て続けられたものとされ、他にも、低梅や半緑梅なども300年近く前の発見と伝えられている。一系球花の花はここには、 春蘭に似ており、その評価や命名は中国春蘭のそれと共通で、花形としては、梅弁、水仙弁、二花弁を理想の花形とする。詳細は中国春蘭の該当部を参照されたい。品種名についても同様であり、梅と名付けられたものは梅弁花をつける。ただし類型に分ける場合、それよりも家系に赤身の乗る赤系と、 緑一色の緑系に分け、それに巣ごころをまた別に扱って、大きく三つに分けることが多い。ただし、日本での数は、中国春蘭よりかなり少ない。これは一つには、本種が大型であり、必然的に大鉢になることから場所を取るし、植え替えにも、体力を要することなどが問題となるという、いかに代表的な品種を挙げる。ガーデンライフ編、P86 以上、 唐沢監修 P149、ガーデンライフ編 P112、唐沢監修 P149、ガーデンライフ編 P113、ガーデンライフ編 P112、ガーデンライフ編 P144。ありがとうございます。